皆さんこんにちは。お邪魔します。サークルラブのお時間がやってまいりました。はじめまして、今年の4月に入賞しました藤木結子です。今回は伊万里市民センターで練習に励む伊万里ジュニアバレーの皆さんをご紹介します。実は私も3歳から16歳までずっとバレーをやっていました。今回は頑張っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。それでは代表者インタビューです。私の隣には松本時子先生に来ていただきました。松本先生、よろしくお願いします。お願いします。まずはですね、このジュニアバレーのチームのことについて教えてください。はい、伊万里ジュニアバレーは、幼児、小学校、あと中学生、高校生、大人の方を含めた計16名で活動しています。伊万里の他にも有田で、あと活動しております。水曜日と、金曜日に伊万里の市民センターで、幼児クラスが6時からで、小学校2年生以上が7時から活動しています。で、有田の方では、4時半から幼児クラスが活動しておりまして、で、5時半から小学校2年生以上が活動しております。はい、ありがとうございます。はい、今年のこのジュニアバレーのチームの特徴について教えてください。はい、コロナ禍で少しこう人数が減ってしまったんですけど、コロナが少し落ち着いてから徐々にこう保育園や幼稚園の方が少しずつ増えていって、少しちっちゃいクラスが賑やかになったなというのが今年の伊万里ジュニアバレーの印象です。このジュニアバレーは何かこう賞を取られたりだとかっていう子はいらっしゃるんですか？高校生の子に、コンクールに出ている子がいまして、九州全体のコンクールで上位に入賞した子も、はい、います。この練習、子どもたちに練習を教える中で意識していることなどはありますか？やはりバレエはこう楽しく踊ることが一番大切だと私の中では思っているので、こう音楽などを聴いて子どもたちが笑顔で楽しくできるように常に心がけて教えています。それでは最後になるんですけれども、今後の目標について教えてください。はい、ぜひ、伊万里でも発表会、大きな発表会をしたいと考えておりますので、もっとたくさん生徒を増やして大きな団体になるように、精進していきたいと思っております。はい、伊万里で発表会を開きたいということで、今後も頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。体験コーナー、実際にバレエのレッスンを体験させていただきます。先生、今日はどんなことを体験させていただけるんでしょうか？はい、バレエの最初の基礎レッスンでもあるバーレッスンっていうものを一緒にやっていただきたいと思います。最初にこういきなり踊りに移行するのは難しいので、バーというこの棒を使って、まず足の運動とか、あとは上体を使う運動を徐々に行って体を慣れさせるっていうような運動になります。なるほど、バレエをやるのは久々になるんですけれども、頑張りたいと思います。はい、バレエポジションが、まあ、はい、たくさんあるんですけど、とりあえず1番かかとと かかとつけたのが第一ポジションなので1番、はい、で、プリエで一番最初の屈伸運動のようなエクササイズをやっていきたいと思います。はい、で、プリエ小さく、次大きく、ゆっくり、結構筋肉使いますね。はい、次大きく後ろに反る、はい、反っていきます。で、次、第2ポジション開いて、はい、プリエで、次グランプリエ、大きなプリエで、次バーの方に体を倒して、で、反対で、4番ポジション、はい、で、同じようにですね、で、グランプリエ、大きく、4番の時はこう、かかとがそれぞれ重なるっていう感じなんですか？そうですね、はい。で、体前に倒してもらって、で、最後大きく後ろで、次第5ポジション、はい、4番の位置から足を重ねた形になります。はい、5番、はい、プリエ、グランプリエ、バレエ頑張ろう。